どうも、おつか歴史、歴史くんでございます。11月30日、今日の歴史3分講座。オリラクの恋、シルバーラブをした日本史上の人物5選。本日11月30日はシルバーラブの日と呼ばれているそうです。まあこれどこが制定したかわからないんですけども、通称で呼ばれておりまして、まあシルバーですから、まあご年配の方々、高齢者の方々のラブ、恋愛や愛を考える日ということになっているそうなんですね。でこれ由来がありまして、それがですね、戦後間もなくですね、1948年の出来事です。当時の歌人だった川田純さんという方がいらっしゃったんですけども、この方がですね、自分の歌の教え子である人妻と不倫をして駆け落ちをしてしまうという事件がありまして、そこに由来しているそうなんですね。で川田さんの方はもう奥さんと死別していたんですけども、その弟子の方の女性が結婚しておりまして、夫が京都帝国大学、今の京大の教授だった中川与之助さんというお方で、子供もいたんですけども、川田さんの熱意に動かされて駆け落ちに走ってしまうんですね。でこれ当時スキャンダルになりまして、新聞がほっとかないんですね。まあ不倫というのもありますけども、その年齢差が注目されたんですね。その相手の女性は鈴鹿敏子さんという方なんですけども、敏子さんが38歳なのに対して、川田純さんは当時66歳なんですね。30歳近く離れてるわけですよ。それはもうニュースになりますよね。でその駆け落ちの時にですね、川田さんは歌を残してるんですよ。どんな歌かと言いますと、若き日の恋ははにかみて表あからめ、お盛りのよそじの恋は世の中にかれこれ心配れども、墓場に近き追い楽の恋は恐るる何者もなし、とこう読んだそうなんですね。まあ、つまり若い頃ははにかんだり顔をあからめるような恋だけども、でよそじの恋、アラフォーの恋というのは世の中にいろいろ心を配んなきゃいけない、まあ気を使うことが多いと。ただ墓場に近い、もう死が迫っている年齢になってきて、追い楽の恋、まあ年取ってからの恋というのは恐るるものが何もないって言ってるんですね。でこの歌も当時の新聞に取り上げられまして、この川田純さんと鈴鹿敏子さんの駆け落ちの恋は追い楽の恋という風にキャッチーに取り上げられまして、追い楽の恋というのが当時の流行語になったんですって。で現代では通称でシルバーラブの日という風に呼ばれてるみたいですね。でちなみにですけども、この事件を取り上げた当時の産経新聞の記者というのが、あの司馬遼太郎さんなんですね。司馬さんは産経新聞の記者をやってて、その時にフクロウの城で大賞を取ってデビューしてますんでね。ということで今日はですね、そんな追い楽の恋、シルバーラブをした日本史上の人物を5人ご紹介したいと思います。1人目はもちろん先ほどご紹介した川田純さんですけども、残り4人いきましょう。2人目は誰かというと、一休宗純さんです。わー、まあ、一休宗純さんというと、あのトンチの一休さんでおなじみですね。まあ、あのトンチ話は江戸時代から広まってったものですけども、一休さん自身は室町時代を生きた僧侶ですね。で禅宗の僧侶なので、かなりルールは厳しいんですけども、そのルール、戒律を守らない破天荒な僧侶としてもおなじみで、まあ、お酒は飲むし、お肉も食べちゃうし、あとは女性とも関係持つし、あとは男色も好んでいたりというので、かなり型破りだった人物ですね。まあ、そんな一休さん、いろんな女性遍歴があるわけなんですけども、最晩年に入って一番心落ち着くパートナーを見つけてるんですね。それが一休さんが、なんと77歳の時ですね。相手が新次者という目の見えない盲目の女性だったんですけども、この方が当時20代後半ですね。こちらも年齢差ありますね。約50歳ですね。で2人は約10年間同棲生活を送りまして、まあ一休さんが先にお亡くなりになりますけども、その後一休さんの13回忌とか、あとは33回忌にもこの新次者さんの名前があるんですね。まあ、つまり破天荒な僧侶一休さんが最後に見つけた追い楽の恋というような感じでしょうかね。で続いて3人目は本願寺蓮如さんです。わー、まあ、本願寺というと、あの織田信長と10年間戦争した石山本願寺が有名ですけども、信長当時の本願寺のトップは本願寺蓮如さんというお方ですが、この蓮如さんはその蓮如さんの高祖父、おじいちゃんのおじいちゃんにあたる人物ですね。で戦国時代に本願寺が戦国大名くらい力を持ったのは、この蓮如さんのおかげなんですね。本願寺の最盛期を築いた人物ですけども、非常に子だくさんで有名な人物で、子供がですね、男の子が13人、女の子が14人、計27人いらっしゃったそうなんですね。でこの蓮如さんも室町時代の人物で、そうなんですよ、あの一休さんとめちゃめちゃ仲良かったって話ありますね。まあ、蓮如さんは本願寺なので宗派が違うんですけども、2人とも、まあ、型破りなところが共通点ということで交流があったようなんですね。で蓮如さんはですね、まあ、恋と言っていいのか分かりませんけども、合計5人の奥さんがいらっしゃったんです。
ですね、まあ、それぞれ死別してしまってるんですが、最後の奥さんは72歳の時に迎えておりまして、相手は22歳ですね。でそこから13年後に亡くなってしまうんですけども、亡くなる前の年にも男の子が誕生しておりまして、最後の5番目の奥さんとの間にも13年間で7人のお子さんを設けてるんですね。まあ、蓮如さんの場合は非常にタフなお威楽の恋というような感じでしょうか。で続いて4人目は金森長近さんです。わー、こちらは時代は戦国時代から安土桃山時代ですね。美濃の国、今の岐阜県出身の戦国武将でして、あの織田信長の家臣ですね。この長という字は信長の長から一字もらったというふうに言われております。最近天空の城でも話題になっている福井県の越前大野城を築いた人物でもありますね。まあこの方も恋と言っていいのかわかりませんけども、なんと82歳の時に側室との間にお子さんを設けてるんですね。でまあ側室の旧正院というお方は、まあ、出身とかいつ生まれたっていうのはわからないんですけども、まあ、おそらくこちらもかなり年齢差があったと思われますね。まあ、金森長近さんは戦乱を生き抜いて江戸時代に入ってからの恋ということで、まあ、天下太平のお威楽の恋みたいな感じですかね。で最後5人目です。5人目は小林一茶さん。わー、一茶さんは江戸時代後期の俳人ですね。で出身は信濃の国、今の長野県ですね。で有名な一句には痩せ返る負けるな一茶これにありとかね、まあいろいろ挙げられますけども、一茶さんもまたお威楽の恋をした人物ですね。女性との縁が全然なかったんですよね。初めての結婚が52歳の頃 でその相手の菊さんとの結婚が嬉しかったのか、菊さんとの夜の営みのこととかその回数を日記に書いてたりするんですよね。でまあ幸せいっぱいの一茶さんだったんですけども、菊さんとの間に生まれた4人の子供も早くに亡くなってしまいまして、菊さんも亡くなってしまうんですよね。で次に奥様迎えるんですけども、うまくいかず離婚して、でその後64歳の時に3回目の結婚をしてますね。ただまあその後家が火事になってしまったり体調が優れない日々が続きまして、その翌年に65歳で生涯を終えてますね。ただその時奥様の八尾さんは一茶さんとの子を身ごもっていまして、その後に出産してますね。まあ、一茶さんは先ほど紹介した痩せ返るの一句も自虐的な意味を込めて読まれたというふうにも言われてますので、まあ、一茶さんは痩せガエルのお威楽の恋のような感じでしょうかね。ということで5人のお威楽の恋をした人物をご紹介しましたけども、まあ、トラブルになってしまうと良くないですけども、そうでないならばいつまでも年齢に関係なく恋というものをしてみたいですね。以上11月30日今日の歴史3分講座でした。今日も一日頑張れ歴史。